以前もらったお菓子を食べながら私のオウムについて話したいと思います。私は割とちっちゃい頃から結構食べる方だったんですね。よく妹とご飯とかお菓子の喧嘩になって食うか食われるかだったんですけど、小学校の頃からもご飯とか2膳とか食ってて、給食もおかわりしてただったし、牛乳は毎日1パックぐらいは飲んでましたね。多分高学年ぐらいかな。中学校は運動部だったんですけど、中学校になってからもさらに食うようになりました。一番のキャラメルピーナッツを食います。これは食感がすごく楽しいキャラメル風味のお菓子です。こんな感じです。いただきます。運命。千葉県の美味しいピーナッツも味わえますし、表面の小麦の生地がサクッとしてて、こう噛むとキャラメルの甘さと落花生がこう混ざり合って超美味しいです。中学校になるとさらに食って、ご飯夜は3杯ぐらい食ってたと思うんですよね。でうちは肉より魚派の家庭だったので、でも魚もすげえ好きなんですけど、育ち盛りの時は肉が食いたくて食いたくて、お母さんに「ザーニが食いてー」とかって言ってました。で高校に入ってからもうさらに食欲がすごくなりました。では次は加賀野菜のチップスを食います。これは石川県産ですね。五郎島金時芋&加賀レンコンと書いてます。ではいただきます。うん、カリッカリです。あー、うめ、うん、今度はレンコンです。あー、おいしい。こちらほんのり塩味で、もう野菜の旨味も分かりますし、すごく上品な感じのチップスですね。話の続きを。高校生の時はもう食べる量がさらに増えました。朝から食パン7枚とか食べてましたし、スープもすごいおかわりしてめっちゃめちゃ食べてましたね。でもそれだけでは足りなくて、スーパーに行って安くなった半額とか何割引きとかのパンとかジュースをパックで買って食べてました。で高校は寮生活だったんですけど、親からすごい段ボールでいっぱいお菓子とか送られてくるんですね。で当時はすっとぎって言って宮古の郷土菓子があるんですけど、すっとぎこんな長い2本入ったのを一晩で食ったりとか、大容量のチョコとかも、もうなんか1回袋あげちゃうと一気に食ってしまいます。なんかそんな感じの、学生生活でめちゃめちゃ食べてましたね。で大人になってからは食べる量がすごく減って、でよく秘訣、太らない秘訣はありますかって質問されるんですけど、そうですね、普段はそんなにいっぱいは食べないです。1日、そうですね、休みの日は1食とか2食の時もありますし、夜はあまり食べないようにしてます。大食いの動画をたくさんの方にご覧いただいておりましたので、また大食いに挑戦したいと思います。今電ビーぶつけました。なんかターザンがぶら下がる枝みてえなのがある。すげえ。わあ、すごい。
いところ見つけました。前には多分撮影したことないんですけど、ここは、すごい苔蒸してて、奥入瀬渓流みたいな趣がありますね。気分を変えて海咲きました。はい、それでは次はこの揚げ銀杏を振ります。ここにはシーグラスがすげえいっぱい落ちてんで、さっきちょっと拾ってきたんですけど、すごい綺麗な桜色で綺麗、九州産銀杏 100% 仕様の揚げ銀杏です。ではいただきます。カリカリしてうまい。あービールが飲みて。オガリザカリンドギは食うごとにすげーこう執着心があったんですけど、今はないですね。割とそうですね、あっさりしたのが好きなんですけど、たまに油っぽいものを食いたくなります。次はですね、すき焼き味のじゃがりこです。こんな感じです。色もちょっと濃い感じ。いただきます。あ、すき焼きの味がする。すき焼きの、倒れた、プロちゃんが倒れた。うめ、カリカリってした食感がいいですよね。もう一気ですね。じゃあ食い上げそう。あ、そういえば最近お湯にレモン汁を入れて飲みます、食前に。ビタミン C も取れるしいいんでねえかなと思ってますね。これが最後のおやつですね。和歌山県産の八朔です。これは和歌山県産八朔を蜜漬けして乾燥させた果実の優しい味わいですと書かされます。ドライフルーツですね。私ドライフルーツが大好きなので。わー、綺麗です。すごい綺麗。適度な酸味があって、で甘みもありますね、蜜漬けっていうことで。美味しいです、すごく。厚く切らさってから歯ごたえがありますね。うまかった。はい、それでは今回は私の食生活についてお話しさせていただきました。ご覧いただきましてありがとうございました。感謝してます。My